時系列関ヶ原合戦その2。皆さんこんにちは。さて今回も前回に続き時系列関ヶ原合戦その2をお送りいたします。午前8時過ぎの東軍による西軍島津隊への銃撃から始まった関ヶ原本戦もようやく半日が過ぎようとしていました。ここで東軍総大将の家康が動きます。正午、家康動く。家康には自軍有利が見えていました。それだからこそ桃配山に置いた本陣を前方の陣場野に進めたのです。しかし家康には懸念もありました。何しろ寄せ集めの軍勢です。自分の家臣を率いての戦いなら何ヶ月もかかる籠城戦でも戦えます。しかし今東軍として戦っているのはいずれも自分の領国を持つ大名たちです。仮に自分の指揮下に入っているだけでいくら精子を出させても戦が長引けばどのような態度に出るか分かりません。戦いがぐずぐず長引けば毛利の大軍が動き出すこともある。小早川の寝返りを待っておられぬ。だいたいあの秀明では内容承知の言葉が信じられぬ。小早川家の家老稲葉正成はしっかり東軍に取り込んであります。稲葉なれば信用できるであろう。あそこをつついてみるか。その稲葉は熱心に秀明にどちらにつくかの損得を説きます。家康殿の勝利は動きませぬ。存分に東軍のために戦って所領安堵と恩賞をもらうのが得策です。私が山を降りて戦いますから殿は安全な松尾山城の中で吉報をお待ちください。側近に説かれて秀明の心は揺れますが、彼は陣を訪れた大谷義継と平塚為広の2人から口々に脅されていました。義継はもし離反すればお前と差し違えてでも成敗してやるとまで言いました。秀明はこうも考えます。西軍が有利になったらそれはそれで困る。稲葉はわしを守るために命がけで戦うだろうが、稲葉の隊が崩れたらわしの命が危ない。煮え切らない主人に正成はせっつきます。正成のもとには松尾山に鉄砲を撃ち込むとの家康からの脅し状が届いていたのです。遠眼鏡で見ると葵の旗印の鉄砲隊が何やら怪しげな動きを見せています。今すぐに動けば家康殿は殿をお味方と思って銃撃を思いとどまってくれるでしょう。ためらっていれば家康殿の本隊が山を登って攻めかかってきます。ほとんど脅すようにして秀明の承諾を得た正成は山を駆け下り大谷隊に襲いかかりました。ちなみに稲葉正成はあの春日の局の夫です。相次ぐ裏切り。平地に着いたところで稲葉正成たちは大谷隊にぶつかります。大谷隊は人数こそ少ないものの堅陣を組んでおり、稲葉隊は攻めあぐねます。もたもたしていると稲葉隊の背後から大谷隊を救わんと平塚為広の隊が切り込んできました。稲葉隊はその勢いに押し戻されてしまいます。どっちつかずで長い時間待たされた挙句の裏切りに小早川の兵士の士気が上がるはずもありません。正成は一旦交代して隊列を立て直そうとしましたが、その時第二の裏切りが起きました。小早川が動いたのを見て東軍が勝つと踏んだ脇坂安春が平塚隊に切り込んだのです。脇坂隊のそばで様子を見ていた赤座直康、小川助忠、朽木元綱の隊も続きました。4隊の兵力は合わせて4200、400足らずの平塚隊では防ぎようもありません。東道隊や京極隊も加勢し、乱戦の中で平塚為広は命を落としました。
友軍が崩れ、残された大谷隊も壊滅。義継は自害し、残りの兵も斬り死にして果てました。すでに勝敗はつきました。午後1時、崩れゆく西軍。小早川の裏切りを聞き、小西隊に動揺が走ります。どうにか東軍の攻勢に耐えてきた兵士たちの戦意もついえました。次々に隊を離れて逃げ出す兵を見て、小西行長もこれまでかと諦め、わずかな近従を従えただけで伊吹山方面に逃走します。大谷隊の近くにいた浮田隊に小早川の軍が迫ります。それまで1万7000の兵を持ちながら6000の福島隊を攻めあぐねていた浮田勢は苛立っていました。そこへ浮田に次ぐ大軍の小早川と脇坂らの4隊が攻めかかってきたのです。秀家の家来たちの戦意もしぼんでいきました。己、小早川の小せがれと差し違えてこの怒り晴らしてやる。生きり立つ秀家を明石照澄をはじめとする重臣たちが必死にいさめます。ここは一旦落ち延びて再起を図り、秀頼公のために尽力なされ。秀家も秀頼のことを思い出し、全軍に退却を命じます。照澄だけはわずかな手勢とともにしんがりを務めた後、戦場脱出に成功します。浮田も戦場を離れました。とどまっている西軍は三成隊と島津隊だけです。午後2時、大将三成戦場を離れる。東軍の諸隊が残る三成島津の両軍を押し包みます。家康の旗本たちの顔も見えます。ああ見えて三成は家臣には良き主君として慕われていました。また以前から一本釣りで屈強の武士を多く召し抱えています。彼らは次々に敵陣に突入して切り死にしていきました。先鋒を務めた蒲生頼里は織田裏久斎の隊に切り込み、散々暴れ回った後、裏久斎の近所に切られて果てました。島左近は乱戦の中飛んできた流れ弾に当たり落命したと伝わります。蒲生家の急進で頼里と共に三成に仕えた蒲生里家は乱戦の中奇跡的に生き残り、後に九州の蒲生秀行に招かれ蒲生家に復帰しました。頼みとする島左近と蒲生頼里の戦死を聞いた三成は、この戦は負けだと言って北国街道沿いに落ちていきました。残った三成隊も死散します。島津の中央突破。戦場に残る西軍は今や島津隊のみになってしまいました。勇猛をもって知られる薩摩兵が打ってでもせずに閉じこもったままです。島津勢も成り行き上西軍になってしまったのです。それでも西軍と見た東軍兵は遠慮なく打ちかかります。自軍の数倍の兵を相手にして島津軍はよく戦い、東軍を押し戻す勢いでした。しかし時間とともに戦死者は増え、三成隊が壊滅した頃には島津軍も約半数にまで減っていました。ここに至ってきて島津軍を率いる島津義弘はやっと命令を下します。何としても生きて薩摩へ帰るぞ。義弘は後退して敵に追撃されるより前進しての敵中突破を選びました。まず鉄砲で敵を蹴散らしておき、えいとう、えいとうと掛け声を上げながら群がる敵をかき分け、巻田口を目指します。義弘は慶長3年の朝鮮半島四川の戦いでわずか7000の軍勢で4万もの民軍を打ち破った武将です。何か策があるのかと、あの福島正則も思わず道を開けました。そのまま家康本陣の脇をかすめて進む島津隊に家康も黙っておられず、松平忠義、
井伊直政、本多忠勝など名だたる武闘派が精鋭を引き連れて追いすがります。ここで島津が繰り出したのが有名な捨て鉤の戦法ですが、激しい乱戦の中、義弘の甥の島津豊久や家老の長寿院森厚ら多くの武将が命を落としました。午後3時ごろ、ようやく牧田口にたどり着いた時には義弘に従うのは80余りでした。東軍もここまでは追ってこず、大阪堺へ落ち延びた一行は海路薩摩へ逃げ帰ります。関ヶ原合戦の西軍諸隊の中で一番死亡率が高かったのが、本戦ではろくに戦わなかった島津隊です。他の諸隊の兵士たちは自軍が不利になるのを見るとさっさと逃亡してしまう者もいました。しかし島津の兵は己の命を投げ出し主君を逃がしました。島津恐るべし、家康の心に深く刻み込まれた出来事です。総勢421人の大合戦、関ヶ原本戦に連動し全国で戦われた東軍対西軍の戦い。参戦した武将で名前の残っているものは421人います。このあたり資料により数の相違はあると思います。東軍242人、この中には西軍から東軍に転じたものも含まれます。対する西軍は170人、他に中立あるいはどちらに組みしたかはっきりしないものが9人います。中立組の中には北の政所様をお守りすると言い残してさっさと京都へ行ってしまい、動かなかった秀吉一門衆の木下勝利や大阪城で秀頼を守った前田源義が含まれます。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの分配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。